サードヤサショコラでございますよ。本日はコンタクト、なぜですか、髪切るからですね。髪切りましょう。メガネで切るとさ、こう撮るじゃないですか。なんかその景色がぼやけてると言いますかね、それがちょっと嫌なんで。久しぶりのコンタクトだよ。最近からご視聴いただいている方は、私のコンタクト姿珍しいかもしれませんよ。メガネの方が楽なんですけど、コンタクトだとね、例えば今お昼なんですけど、夕方ぐらいにはなんかこう目が疲れてしまっても早く帰ろうってなっちゃうんで、メガネだと一日動き回れるんでね。さあ今日は5月15日でございます。なんかこんな僕に対してもね、髪型とかなんかそういったものを教えてください的なコメントをいただくこともあるんですけど、こだわってないんだよな。僕がこだわってないことは僕の周りのメンツは理解してくれているんですけど、こだわりがないのでね、答えにくい。今日なんで切るかって言ったら、僕ね、この今見れるかな、このね、ここなんて言うんですか、後ろ見えた、ここがね、すごい重たくなるんです。僕髪の毛を短くしていると、まあ、長い時も非常に重たいんですけど、ここが重たくなると髪の毛切り時だなって思うので、そろそろ切りたいなって思っていたところ、僕は5月21日が誕生日なので、ホットペッパー、ホットペーパー、どっち、ホットペッパー、もうホットペッパーで通すよ。ホットペッパービューティー、うん、とりあえずなんかそれから、あの、お誕生日おめでとうございますと、でトリートメントオアヘッドスパ無料でみたいなクーポンみたいなものがついてきたんですよ。それで予約をするっていう、そのメールのボタンを押したらですね、なんか予約画面に行ったんですけど、なんかお金払わずにそこに行くだけ行くのってなんか申し訳なくなっちゃって、じゃあカットしよっかっていうぐらいです。ドライヤー使ってね、こう乾かしてる時間が僕一番嫌なんですよ。そこを早く終わらすために、僕が今日言うことは、後ろが重たいんです、あとさっぱりしたいんです。以上です。着いたの。さてちょっと時間余裕あるな。この髪の毛を切ってまいりますよ。見納めです。でさ、切りました。若返ったんじゃない？若返ったんではないですか？ね、後ろもちゃっぱりしました。ちゃっぱり。ちゃっぱりんこ。いや、ちょっと今、液晶が見えませんけれども、若返ったと思います。若くいたい。29にもうすぐなるけれども、若くいたいよ。帰ります。さて帰りましょう。天気がいいですね。頭が軽くなりましたよ。帰ろう。さあというわけで、髪を切って新たに帰って部屋撮りでもしましょうか。でも部屋で撮るもの何もないんだけれども、まあまあいっか。ショコラでした。また明日。